小松清門は、1835年、鹿児島県鹿児島市城山町に生まれ、幕末から明治初期にかけて活躍した政治家です。14歳頃から学問の才覚を発揮し、漢学者横山康雄の下で儒学を修め、武術の修練にも励み、演武館で自然流を学びました。寛容で雄弁明快な人柄で人望が厚く、若くして薩摩藩の重職に取り立てられました。1861年の藩政改革に際し、島津久光を助け、大久保利通ら下級武士を登用。京都にあって、岩倉具視らと倒幕を画策し、大久保、西郷隆盛らと倒幕伯業、諸藩の間を終戦奔走しました。坂本龍馬の新政府人事構想では、非行に挙げられるほど、将来を嘱望される人物でした。